はい。こんにちは。えっ、ー、と、今日は東大の1991年前期理系の問題ですね。理科の問題ですね。えっ、ー、と、第1問になります。はい。えっ、ー、と、じゃあ早速ですね、中身紹介していこうかなと思いますけども、まあ、こういうのやるときね、まあ、n 回の操作って言ってますけど、まあ、これ無限にやったらどうなるかって言ったら、確率4分の1になると思いますよね。 うん。なので、ちょっとその辺とかは当然意識して、で、あとは N 回って言ってますから、まあ、そうですね。1回、2回って、えー、数字入れてった時に、えー、ちゃんと正しくなってるか、検算もできるんで、まあ、これはね、バチッと合わせたい問題ですかね。えー、あんまり難しくないんで、細かいことはちょっと言わないようにして、えっと、えー、こんなもんはですね、えー、0回、1回、2回、3回って操作していくわけですけど、 まあちょっと今ゼロも含めてますけどね。えっと、一回一回どういう風になっていくかっていうのを見るんじゃなくて、まあね、N 回まで操作したと思って、自分はもう N 回まで操作したこと、結果は知ってるという条件のもとに次どうなればいいかっていうのを考える。つまり条件付き確率。まあもっとか受験的というか分かりやすく言うと確率全化式の話ですけど、まあそうやってやればいいかなと思います。で、えっと、N 回後、 に、えっ、ー、と、平面に接している、えっ、ー、と、最初にあった面が平面に接している確率。ね、確率プロバビリティなんでちょっとプローブと書きます。えっ、ー、と、PN と置きますと。いいですね。PN。で、えっ、ー、と、接していない確率ですね。接していない確率。こんな乱暴な書き方するとダメだと思いますけど、ちゃんと書いた方がいいと思いますけど、ちょっと、めんどくさいんでね。まあ、お分かりだと思うんでね。 えっと、まあ、こういう風うに置きます。そうすると、接してるか接してないかね、どっちか二つに一つですから、当然 PN たす QN っていうのはね、えー、1となります。そして、えー、と接してるときから一回思考して、次も接することって絶対ないんで、えー、接してない状態から、 え、接する場合ですね。それは、だから一番最初にあった面が床に接してない状態って、こうやって違う面が床に接してて、残り3面あるうちの1つが最初に床に接してたやつですよね。つまり3分の1の確率で次接するということになりますから、pn プラス1というのは3分の1倍の qn となりますね。そうすると、これを使ってやると、これですね。これを使うと1、1引く pn と。 はい。で、これを全化式解くわけです。で、あ,あ、そうだ。1個で解くとこ、P0 イコール1としておきましょう。えっと、えー、一番最初、0、0回後、0秒後に、えー、っと、最初に床に接してるところが、えー、床に接してる確率って、それは当然1です。確率1で接してるわけですね。何もしてないんで。えー、ということで、P0 イコール1。まあ別に P1 イコール0で考えてもいいですけどね。全化式の,あの初期値が必要になるんで、ちょっとそれ用意します。 で、これを計算するんですけど、これね、いちいちアルファとか置くとかでなんかわけわかんないことや,やっちゃダメですね。えっ、ー、と、これはもう4分の1が来るっていうのは最初に考察してますから、えっ、ー、と、ここ4分の1です。えっ、ー、と、本で、いいですね。 はい。で、これは、えっ、ー、と、初項を、まあ、あゼロから始めると、ね、p ゼロ引く四分の一を初項として、えっ、ー、と、公費がマイナス三分の一の等比数列になってますから、えー、pn っていうのはどうなるかというと、四分の一倍の、んで、こいつの p ゼロを入れるとどうなるかというと、一引く四分の一だから、四分の三ですかね。四分の三倍の、えっ、ー、と、ここは、えっ、ー、と、一個下げて、えっ、ー、と、来てるわけだから、ここは、えっ、ー、と、マイナス三分の、 1>, 1の n ですかね。こうなりますかね。はい。というのが答えです。いいですかね。まあ、もうちょっと日本語丁寧に書いた方がいいと思いますけど。うんえ。だから当然 n 無限大飛ばすと4分の1に当然なりますし。うん。そうですね。まあ、だから n2 ぐらいまでは見た方がいいかなって思いますけどね。うん。例えばこれ0入れると、ね、4分の1たす4分の3で、ね。 うん、0回思考をっていうのは、ね、確率1で床にへばりついてるはずですね。最初のその初期、初期状態の面っていうのは、ね、確率1で床にそこを接してると。で、例えば1とか入れると、マイナス4、まあだか0ですね。1入れると0ですね。うん、えー。最初についてたやつは1回思考したら必ず床から離れちゃいますから。うん。っていうようなことで、まあ、計算していけばいいかなと思います。まあ、これでいいんじゃないですか。 はい。ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録と評価ボタンですね。よろしくお願いいたします。はい。お疲れ様でした。